引退してほしい高齢議員ランキング、アンケート結果、1位から3位は誰第3位勘直人氏77歳。菅氏は、1980年に初当選し、その後も数回の閣僚職を歴任してきました。しかし、アンケートでは政治家としての理念がないとの声が目立ち、信頼感が低下している様子がうかがえます。また、総理大臣在任中の政治手腕に対する批判も多く、何もできない政治家という意見が多いのも事実。最近では、SNS 上での発言が物議をかもし、新たな暴走老人と呼ばれることも。 これらの理由から多くの人が菅氏に引退を望んでいるようです。第二位小沢一郎氏82歳。小沢氏は1969年に自民党から当選し、その後も様々な政党を渡り歩いてきました。彼の政治活動には数々の実績もありますが、最近では権力にしがみついているという批判が多く聞かれます。特に政治資金規制法違反事件や政党の利法集散に関与してきたことから、国のためにならないとの声が高まっています。また、もう一度政権交代するまで引退できないという発言が示すように、 自己中心的な姿勢が批判されているようです彼に対する世論の支持は徐々に失われていると感じます第1位麻生太郎氏84歳栄えある第1位に選ばれたのは麻生氏です彼は1979年の初当選以来さまざまな閣僚職を歴任し現在も自民党の最高顧問として影響力を持っていますしかし彼の数々の出言が世論の反感を買っています夫人に参政権を与えたのが最大の失敗といった発言や最近の美しい方とは言わんけれどもといった発言が特に物議を醸しました 麻生氏は国会内での力が強いとの声もあり周囲の議員たちが彼の顔色をうかがっているとの印象が強いようですこのような状況から彼に対しては引退して権力になびかないクリーンな政治を行ってほしいとの声が多く寄せられています副総裁の菅さんは大丈夫